白おじさんでーす。はい、皆さんこんにちは。今日はね、おじさんの愚痴です。橋本唐揚げちゃんっていう女の子の YouTuber と釘健くんっていう男の子の YouTuber が、まあ、なんか付き合ってるらしくて、私たち付き合ってますっていうなんか発表の動画を橋本唐揚げちゃんが動画でアップしてました。で、まあこれを見て、まあ、おじさん、まあ、いろんな感情がこう湧き起こってきまして、まあ、まずこの二人に、まあ、死なないレベルの大きな不幸がなるべく早めに訪れてほしいなって思ったのと、まあ、あとはこう動画を見ててなんかこう自分も恥ずかしくなってくる感じとか、あとはなんていうんだ、羨ましいなって思う気持ちとか、まあ、なんかいろんな感情がね巻き起こったのよ。俺ね、すごいね、なんか思うのが嫌だなって思うのが、 YouTube がリア充のツールになってきてるんじゃないかなって最近思う。なんかクラスでさ、今必ず YouTube やってる子っていうのはさ、いるらしいんだ、学校でな。で、しかもなんかそれがわりかしリア充なグループにいる子がなんか YouTube チャンネルやってるみたいな。どこの学校でもね、そういう感じらしいよ。で、今回の橋本唐揚げちゃんと釘健くんっていうのも、まあ、いわゆる学校の、クラスの中で言うと、なんか多分明るくて人気者みたいな、そういうタイプの二人がさ、まあ、今回は付き合ったみたいな報告して、なんかこのノリもなんかちょっと、なんか学生生活の青春みたいなさ、なんか今のこの、なんかこう、SNS の使い方とかさ、学校ではね、友達同士でこう SNS で、こうなんかいろいろ共有するみたいなさ、なんかそういうなんか流れを感じたりしてね。まあなんかとにかく何が言いたいかっていうと、なんかね、こう、若い子たちが今、YouTube を、なんかそうリア充ツールとして使ってるだろうっていうの。使ってるだろうっていうのはね、そう感じるわけ。で、それがね、俺はね、すごいなんかね、こうゾワゾワってくるわけよ。なんか俺は、YouTube 始めた理由は、まあまあ、金が儲かるからって聞いたからなんだけど、俺 YouTube を続けてきたモチベーションっていうのが、もう負の感情なわけ。で、俺は、サラリーマンの時3年間、働いてたんだけどね。3年間サラリーマンやった時に、上司からさ、上司の牧野ってやつから、こう毎日毎日パワハラを受けてたんだよ。で、毎日みんなで、会議室で、昼飯食うんだけど、その昼飯の時間に牧野が、俺にこの、漢字テストを出すわけ。で、ちょっと難しい漢字とか、読みづらい漢字を俺に出して、斉藤くん、この漢字、なんて読むと思うって言って、俺にこうテストを出して、で、答えらんない俺を、笑うみたいな。ね、まあ、それが、時には漢字テストじゃなくて、歴史上の人物テストだったり、政治のなんかテストだったりするんだけども、毎日毎日昼飯の時に斉藤くんにクイズを出して、で答えらんないよ俺を笑うみたいなさ、そういうパワハラを俺ずっと受けてきて、3年間サラリーマンの時ね。で俺はその時のもう牧野にムカつく気持ちとか、こうなんかイライラしたこの鬱屈とした感情をこうね、まあもちろん牧野には言えないし、会社で誰も相談できる人いないから、だから YouTube でこうヒカキンに対して、それを文句を言うことで、ヒカキンに対して攻撃することで、自分のこの鬱屈とした感情を解消していたわけよ。そんなな、ね、そんな、これ、俺のこの負の感情でさ、ずっと突き動かして回してきたものが、YouTube ってものが、なんか今若者の間でさ、キラキラとしたさ、こう青春じみた何かにさ、何かとして使われてんのを見るとね、これはね、おじさんね、どうにかなっちゃいそうだよ。はい、そんな感じで、橋本唐揚げさんと、釘健さんっていう若い二人が、付き合ってるみたいですけども、おじちゃんはね、おじちゃんは、そういうのは良くないと思う。YouTuber 同士の交際は、私が認めません。二人とも、早く別れてください。はい、そんな感じで
柴田でした。